はい、こんにちは。管理人の、占い師のタロットカード占い師の管理人です。お知らないも一緒にやります。今日はお知らないはそんなに話しません。もう大体終わってるんで、まあでもやってもいいかなと思ってるんですけど。で、まずチャンネル登録と通知の設定をオンにしていただければと思います。では、始めますね。今日は、新しい試験運用中の、YouTube スタジオの中にある AI 機能を使って番組を作ってます。で、タイトルがね、出てきてるんだけど、人が作るタイトルじゃないんですよね。で、なんかね、自分に対してカード占いをするやり方というタイトルなんで、で、まあ、そんなね、どこにもないんだね、みたいな、ないんですね。なんか上がってこないんだよ、最近。で、オーソドックスなやつが、いいやつがないんですね、みたいな感じで。で、まあ、やり方を今から説明しようと思います。タロットを使い始めるための3つの簡単なステップって、ちょっとね、タイトル出てきて、でまず、3つのうち1つが、自分を呼ぶ歴を呼ぼうってあるんですね。で、大体、日本でも、歴は、自分を呼ぶ歴を呼ぶ、買う人の方が、多いと思うんですけど、もっとね、なんていうかな、感覚的に鋭い人は、まあ、すぐにね、買って5分ぐらいで、すぐにね、自分のものにゲットできるんだろうけど、なんだっけな、例えば、リスが得意なクラスメートを例えると、どんなやつだったかっていうと、まあ、ほとんどね、やらないよ、そういうのは。だけど、興味もわかないし、ぐちゃぐちゃなんか考えてもね、女の子から。まあ、まあ、それはわかるわ。そのくせにね、なんだっけ、あまりね、よろしくない、ハブとか、そういうとこね、女の子だけでね、いかがるのね。いや、遊びたいんだけど、と思って。ね、すごいね、欲が深いわ、って思うんだけど、なんだろうな。まあ、やられないって人もいるんですね、頭よくも。で、大体その感覚っていうのは、選ぶために必要な感覚っていうのは、例えばね、後ろで弓の兵士が、同僚のあなたと加わっているときに、後ろからね、弓を引くじゃない。で、例えばその同僚が、感覚にするときで、後ろからね、やられてるのに、気づかないとそのままやられちゃうかもしれないけど、分かっちゃう人がいるのよ。で、ね、試しに私は感覚が鋭いと言われているクラスメートに対して、後ろから木を投げたことがあるんです。木の塊をね、こう、こねて、オーラをこねて、野球ボールね、投げるみたいに投げたことがある。それは本当にね、振り返ってきました。そりゃ、こういう感じだから、クラスメートはちょっと、まあ、からかわれながら、恐れられてはいないと思うけど、ね、ちょっとね、カリスマ性のあるね、人だったんだけど、まあ、どうなったのかな、まあ、1回だけじゃなかったのね、2回3回ぐらいになりました。その人に対して、振り返りを、振り返ってくるんですね。あ、そっか、まあ、そういう方がないので、まあさ、本当、その人の方が、なんかね、理解してる感じではあるけど、まあ、でも、普通の人してくれてるんじゃないですかね。なんかね、まあ、そういう人は置いといて、で、まあ、やり早いしたいしね。で、あとは、カードの基本を学ぶ。カードの基本というのは、まあ、なんで基本元はトランプで、トランプカードで、まあ、数とか4、カード5あって、属性が4とか6とかあって、敵が数何点か、まあ、60枚ぐらいか、40枚か、まあ、そんなものですかね。で、まあ、色分けされてて、属性があって、まあ、そんなわけ。もともとゲームのカードだったのか、内容のカードだったのか、それじゃないですよね、みたいな。で、シンプルなスプレッドから始める。シンプルなスプレッドっていうのは、1オラクル、2オラクル、3オラクル。やっぱ5本まで、首で数えられる5枚までのカードのスプレッドをシンプルになって呼ぶんですけど、中級者までは5枚ぐらい使いますね。あ、基本は1オラクルだけでいいらしいんですけどね、みたいな。まあ、足りないわなとは思うんですけどな、みたいな。はい、次のテーマです。自分のスペースをクレンジングして、セットアップする方法。これは、自分を大事にすることも含まれます。綺麗な方がすっきりして、頭の中が整理された状態からオラクルカードがタロットカードが始めることができます。その1、キャンドルに興味があります。キャンドルは、キャンドル占いというろうそくを使っただけの、占い方法もあります。で、本当はキャンドルの占いを多少ね、何でも経験してから、同時成功でね、やった方が、判断力がね、伸びるんですよね、みたいな。ここまで、説明するところはないだろうな、っていうのがね、正直なところなんですね。はい、では、キャンドルに火を灯すと、安心感が湧くか、イメージしやすいか、そういう、まあ、キーワードがする属性があります。その2、保護円を描く。ですね、これはね、なんていうかな。まあ、結界なんでしょうね。結界用のサークルを描く。で、材料が、まあ、聖水とか、市販でね、見ました。意識用の魔術の意識用の聖水です。で、まあ、日本だと、神社に買ってくるとか、しますね。してる人もいたんじゃないですかね。60年代まで、ぐらいまではそうしてたっぽいです。で、まあ、最近だと、なんだろうな、2000年前までの若年層のユーザーたちは、オラクルユーザーたちは、何で成立してたかっていうと、まあ、あまり変わらないんですよ。まあ、塩水をタップ化して、水晶で見てとか置いといたり、あとは、まあ、ニンニクのエキスでも入れてたんじゃないですかね。で、あとは、まあ、スマッシングとか、あと、インドとかで売ってる、インドの製品とかで売ってる、バクロの何でもいいから、ここをね、炊いて、煙でね、本を書いたりとかね、するんですね。で、他にも、このね、やつを4つかね、5つかね、好きな数、ペギーがいいかとね、置いて前に、まあ、基本的に4つですかね、あるわけよ。まあ、そのまま全部違うんだろうけど、で、まあ、オリーブオイルですかね。オリーブオイル混ぜて、塩水入ってて、クリスタル入ってて、まあ、それでニコンか月の光とかになって浄化して、まあ、なんかな、そういうふうに作ると思いましたね、なんか。はい、これぐらいにしておきたいと思います。あとは、糸をセッティングする。その3、なんだろうね、これは。目的を、占いの目的を、占い会では用意してあるので、大体は。で、まあ、将来的にね、その番号をね、イメージするとか、ポジティブにね、こう、意図して、そうね、まあ、イメージが大事なんですよ、みたいな。未来はね、明るくね、イメージくださいね、みたいな感じの、こう、アドバイスですかね、これは。で、カードの引き方と解釈のやり方。その1、自分のためにカードを引く。自分用にカードを引く。自分用に。まあ、本によっては、アウト用のサイトとかによっては、自分に対してのやり方と、あと、依頼者からの、依頼者をね、目の前に置くか、するかどうかするときに、用のやり方と、2種類ありますから、書いたんですね、書いて。で、それ、混同してわからなくなる人もいるみたいですね。なんか、書き換え方を見ると大体、混同する人がいるようです。で、その2、あなたの状況に合わせてカードを引いてください。例えば、選択で、進路選択で、迷っている場合で、占い決めようとしているときは、2枚で、A か B か A の進路か B の進路で、やることをする人が多いと思います。それでも十分ですね。で、その3、あなたの結果のためにカードを引く。自分のためのアドバイスカードなりっていう結果のためにカードを引く。で、この時に、この時にダイヤから書いたら、あまり言うことないんですけど、まあ、そのままね、リーディングするんですけど、例えば、全部のカードが、
で、よくわからんかね。それでは追加でもう一枚します。またさらに人物関係がいました。わからないですとかいうことも残念。そしたらまたもう一枚します。で、そこで昭和からが出れば、あ、なるほどね、2人ぐらい。バイバイ、かもしれんけど、なんか人物が同じ方向に出てたから、スタートラインに立ってるだけかなっていうのをね、わかるね。で、まあ、3枚引いても4枚引いても人物が出てくる時があるんですけども、それはその単に競争をね、あるからたくさん出てるんじゃなくて、いろんな人の思惑がその状況に絡んで、バランスが悩んでるということを示してるのね。で、それは多分、状況、質問の、ね、種類によるんだろうけど、なんだっけ、わかるのと怖い話を聞いてる人が多いので、まあ、怖い方向で話をすると、例えば、なんだろうな、例えば、なんだか、知り合いがね、よくしてくれるんだけど、なんか、一人になった時に、ひどい気持ちになったとかね、それちょっとなと思うんだろうけど、それは違うのね、分からないところから攻撃されてたり、見えないところで攻撃されてたり、ね、してるかもしれないから、例えばサイキックアタックとかね、割りやすいんでしょうけど、この説明をする前に、気を聞いてるか、私はね、気を、体のね、どうかせないように投げて、振り向いておこうかって話をしました。まあ、そういうのをサイキックアタックって言います。本当にあります。はい、皆さんお気をつけください。本当にね。まあ、そんなんでね、分かるんだったら、みんなを、非常にみんなを悩ませてね、戦争で笑ってることができるだろうし、まあ、埋蔵のね、スキルとかもね、もう一つね、時代病でさ、見つかるといいですね、見つけられるといいですね、って言って、翌年層を、いいよね、行くみたいにね、もちろんおかしくテレビの番組を作ってみてたりとかね、みたいな。でね、まあ、大体大学生くらいまでな、これで遊ぶんだよね、遊ぶんだよね、興味がある人は。で、まあ、そんなよくないし、まあ、その後ね、とんでもないね、チームの方にね、入ってくね、人たちもね、ありますからね、ご覧くださいね。じゃあ今度はポジティブの結果のためにカードを引く場合という説明に入りたいと思いますけども、ポジティブってなんだろうなぁ。ね、まあ、こういうのは、わかると、ね、分野だから、だから、あまりない、いい結果にならないよっていうね、まあね、いう説をね、あらかじめ踏んで、そうならないようにね、生きていきましょうよみたいなのが入ってるんですけど、まあ、あれだよ。私たちの趣味をね、踏みにじる人たちっていうのは必ずいるのね、まあ、そういうのを、まあ、例えば、ね、聞いておくと、私はね、まあね、迫害だったりとかね、それは今日、本当にこれが問題は有識ことです。まあ、なるべくね、女性が悪くなったらもう全部潰してて、あんまなんも関係ませんって言ってください。それはあなたと、あなたのお友達とあなたの国のためですね。まあ、まあ、別にそれでも、別にどうやらなくても、ね、まあ、あるんでしょうけど、言い方は。まあ、つまんない世の中になっちゃうな、みたいなね。やだね、本当はね、かかるくないですわ。で、最後のタイトルです。一旦区切ります。では、新規の初心者向けスプレッド展開方法について、その1、基本は、さっきの言い方は、ワンオラクルについて。だったっけな。で、基本はワンオラクルね。で、もう一つの基本で3枚使うのあります。名前がちょっと出るかな。3枚引きます。左から順番に3枚並べて、過去、現在、未来のパターンと、原因と現状と、アドバイスとか、アドバイスか、原因、障害の有無を表す、別は3枚目に来るやつとパターンと、まあ、それをくらいがよく見かけます。あとはな、カード3枚引いて、納得がないときは、まあ、1枚ずつ追加して、引きますね。で、なんだっけ。例えば、3枚と同じ指数とかね、あ、同じナンバーが、障害あるので、2つ、3つ、4つ全部出たりとかするね。で、そういうときは、まあ、4つ出たら、大体ね、創造性が高まってる運勢だから、いろいろできますよ、ね。で、それが全部 A でしたっていうのと、おー、やりたい放題、もう絶頂期のね、直前みたいなね、すごいね、いろんな、まあ、色の見るときね、っていう感じかな。まあ、1エースだったらそういう風になるし、エースが2枚だったら、どうなんですかね、みたいな。エースはナンバリングが1枚、1だから1が2枚だから、合計すると2だね。2だから、2で働いてるのかな、とか。まあ、そのところですかね。まだ状況的には、序盤なんだけど、なんだか、なんだっけ、トランプのね、カードでさ、役が揃う、その時にゲームがさ、上がるじゃん。誰かね、上がってくるじゃん、揃った人から。まあ、そういう上がりに近いですよっていう、ラッキーなサインなことのことです。で、2番目、その2、それらを1列に配置します。カードを1列に配置する、左から順に並べたりとかな。まあ、星型に入ったりとかね、ハード型に並べたりとかね、いろいろあるんだけど、ベストセラーなんですか。まあ、どこかに、まあ、ケルト十字みたいな名前がついたりするのもあるし、カレンダー型に並べるのが一番わかりやすかったりするし、まあ、大体ね、大体の人は横に左側に並べてやってますね、やってるのもありますね。まあ、一番簡単だし、なんだっけ、融通が基本で一番。まず先にそう、まあ、たまにはそうさせざるを得ないと思います。で、あと、カードを一緒に解釈する。カードを一緒に解釈するというのは、自分と一緒に解釈するって、まあ、例えばね、アドバイス用の、なんだっけ、人昔前だと、人昔前だと、アテンデントマスターとかを呼んだりとかして、一緒にリーディングをさせてもらって解釈するのね。で、自分一人でやろうとすると、まあ、それはね、頭がバンバン化してる時は無理なんですね。だから、アセントマスターとかを呼ぶ儀式をして、本当に呼びたいんだけど、まあ、呼びたいんですね。だけど、その、この余裕が眠れるから、もう、総的に考えて、そういうね、儀式みたいなものをして、実際は、多分、消化されないものですね。ただにこの余裕ができるだけだと思います。で、だからそういうことを、そういう作業をすると、まあ、頭がね、回りやすくなるかな、っていうのを覚えておいていただきたいかな。で、あと、これなんかね、似たような言い方とかあったら、ハイヤーセーフの話ですかね。ハイヤーセーフ、シゴ、ガーディアンエンジェルとか、みたいな。まあ、どんな通称もね、用意してね、通称の何々さんとかって名前してね、まあ、なんか、対話すると、なんかね、答えまとまってるね、そういう映像のことありますから、ね、そんなところですかね。あと同じよね。一人ね、チャットに無理やり紹介してきて。なんかね、占いした人、ちょっとね、意味わからないですとかって、おしゃべりにつけてもらうのもちょっと出てかもしれませんね。学生の時はそういう風にして、してた時があったかな。私は全然夢中になってなかったんで、帰ってた時に、まあ、そうなってたかな。で、あとは AI に聞く、つけてもらいます。最近は AI ね、いい感じなんでしょうね。はい、今日はその、それぐらいですかね。AI に今、頼るところは、頼まくるのが、2024年、2025年で、大体半年でできてるかな。今までのやり方でもいいんでしょうけど、いろいろなんかね、複雑化してきますね、女性とかもそうだし、何もね、やっぱりさ、なんかね、恋愛カップルね、付き合い中のスマホとかにさ、そういうさ、AI の専門業者のね、ちょっと悪い人たちが、新入社員のプログラムで、ね、それをね、触れちゃうとね、やっぱ喧嘩しちゃうんだろうね。だからそういうのが想定されるから、十分に。まあ、あれかな、気をつけてもね、みたいな。なので、AI を使って、振り回されないようなものに頼っていただければと思います。はい、以上です。今日はここまでです。ご視聴くださり、してくださりありがとうございました。